どうも。はい、中尾としますなんかすごい声が響きます。ですね。まあそんなことはどうでもよくて、続々と入っている新入荷のご紹介になるんですが、ですね、今日はちょっとね、アイテムでご紹介をしていこうと思います。今日のアイテムは、なんと、ニットでございます。はい、ニットですね。まあニットが今ちょうどいいかなと思って、はい、ご紹介させていただこうと思います。ニットもそうですし、まあゆくゆくはアウターとかっていうのもやっぱりこうちょっとね、皆さん考えられてるんじゃないかなっていうシーズンだと思うので、めちゃめちゃいいですよ。もう先に言っときますけど。まあやっぱニットといえばあのブランドっていうブランドもありますし、あ、このブランドからのニットもあるんだ、みたいな、ちょっと面白い動画になるんじゃないかなと思いますので、早速ね、今回はニット祭りということでやっていこうと思います。それではね、じゃあ早速ご紹介していきます。わかりますかね、この辺にね、2点ぐらいね、ニットがこうトントンって置いてあるんですよね。ニットがトントンって置いてあって、ちょっとね、この2つはね、最後にご紹介しようと思います。はい、かなり大物なので、めちゃめちゃいいアイテムなんですよ。もう入っていった瞬間に買ったんで僕は。いめっちゃいいですよ。もうね、本当になんて言うんだろう、ファッションしてる感すごいニットなんで、ご紹介していこうと思います。ではまず1点目はこちらですね。ニットといえばというブランドさんの光田具志堅さんのブロックドリンクドトップというニットですね。はい、クルーネックのニットとなっております。はい、ケーブルニットって言ってもいいんですけど、かなりね、変わったアニメなんですよ。よく見ていただくと分かるんですけれども、右側と左側で違うじゃないですか。切り替えられてるんですよね。もちろんこれ、ね、後ろも一緒なんですよ。バック部分も同じようにかなり変わっているデザインとなっております。光田具志堅さんのアイテムの中では着やすいんだけど、ちょっと変わった部分がいっぱい詰まっているっていう、だからパッと見はめちゃめちゃ変わってるなという風に見えないんですけれども、なんかよく見ていくと、あ、すごい変わってるね、そのニットみたいな、どこのってなるようなアイテムって感じですね。こういう風にね、はい、糸がね、こうちょっと出てるんですよ。この肩の部分にちょろっと、で腕の部分にね、ちょろっと至る所から出ます。その部分も出てますね、ちょろちょろと。赤との指の2色なんですけど、めちゃめちゃ悩みますよね。この2色はね、ほんと悩みますね。合わせやすい方がいいなって方はね、EB でいいと思うんですけど、レッドもね、めっちゃいい色なんですよ。で、光田具志堅さん結構赤好き で、赤結構ちょこちょこ出てくるんですけど、この赤のクルーネックニットはめちゃめちゃ着たらね、映えるというか、1点でこう、明るくしてくれるというか、しかも使いにくくないんですよね。だから全然黒じゃなくても、ベージュのパンツとかでも全然使いやすいアイテムなんで、これ面白いなと思いました。すごくいいですし。これね、僕ね、EB 買ったんですけど、ちょっとね、レッドも買おうかすっごい悩んでるんですよね。めっちゃ悩んでます。で、素材もね、結構変わってて、多分ね、場所によってちょっと変わってると思うんですけど、キットモヘアとウールとナイロン、が入っております。触り心地としてはモヘアニットに近いのかな。モヘアニットほどこうフワッフワしてるかって言われるとそうではなくて、まあ、しっかりウールとナイロンが入ってるので、バランスもよく取れてるかなって感じです。光田具志堅さんニット価格だと結構ね、お安めというかお買い求めやすくて、税込みで61,200円とか、しかもキットモヘアとウールもしっかり使われている、これだけね、手がね、よく見たら混んでいるニットでこの値段っていうのは結構ね、僕はいいなと思って、ぜひ気になる方これ見てみてください。すごいいいです、本当に。普段使いしやすくて、やっぱちょっと変わってるってめっちゃいいんですよ。やっぱ服好きが一番こう求めてるところというか、なんか分かりやすすぎると、ああなるほどみたいな感じになったりする人も結構ね、服好きの方っていらっしゃると思うんですけど、かゆいとこすごいついていただいてるなっていうようなアイテムですね。すごいと思うんで、ぜひ見てみてください。ケーブルズインナホールウィズアバルーンっていうね、ニットの名前になっております。風船みたいに丸が書かれていて、はい、テーマが一番表されてるような洋服になっていて、まあニットとしてはね、かなり重めのニットなんですよ。重量感があってすごいかっこいいですけどね。これね、ブラックとネイビーの切り替えなんですよ。わかるかな、伝わるかな。これ、こっちがブラックでこっちがネイビーになってるんですよね。だから色が結構切り替わってて、すごいところっていうのをまずご説明すると、なんかこれケーブル地なんですよね。ケーブル編みのニットで黒とネイビーで色が切り替わってるじゃないですか。でこれって機械じゃ無理なんですよ。あの、手編みじゃなきゃ無理ってことなんですよね。で、手編みと機械じゃ何が違うのってなると、まあ一番大きくあるのは手間ですよね。まあ機械で編めるならガーッと編めるんで、やっぱり手編みの方が大変ですよね。めちゃめちゃ大変で、やっぱ労力がすごいかかるんですよ。まあすごいことなんですよね、簡単に言うと。具志堅さんって、あの、僕もね、伝えきれてないところが多いと思うんですけれども、すごくこうニットでこれやるのってすごいんですよ。ニットでこうなるのって本当にすごくてっていうアイテムがすごい多いんですよ。このニットもすごいその技法が詰め込まれてるようなアイテムとなっております。後ろにもね、こうさりげなくケーブル編みみたいなのも入ってて、さっき話したこの真ん中のバルーンですよね。ゴードン・マッタ・クラークさんっていう方の、なんかね、街中のビルの間とかに突然こう大きな風船が出てくるみたいな、そういう芸術家の方なんですけど、まあ、そういうのを見た時にすごいインスパイアされたみたいで、そういうなんかうわーってなるようなこと、まあ、びっくりするようなことっていうのが、まあ、なかなか最近減ってたのに、作品見たことによっておーってなって、で自分もそういうのをやっぱり再現したいなっていうところから、ビルの間に出てくるような風船をこうニットで、はい、再現するっていうような、そういうニットなんですよ。だからすごいこうストーリーとかバックボーンが結構詰め込まれたニットで、まあすごくいいなと思ってピックさせてもらいました。すごくいいです。サイズ感とかもね、しっかりオーバーにこうざっくり着れるような感じで、まあ本当にだからさっきお話ししたように、まあシャツの上にね、バッて羽織っていただいてもいいですし、今みたいにね、カットソーの上にバッて羽織
羽織っていただいてもいいですし、なんかまあいろいろ使い勝手がいいんじゃないかなっていうようなアイテムです。テーマがしっかりガッツリ入ってるので、すごく僕はおすすめのアイテムですね。本当にね、具志堅さんめちゃめちゃいいですよ、ニット、うん、めっちゃいいんで、ぜひ着てみたりとかチェックしてみたりしてほしいですね。次はこちらですね。じゃあ、ゆうきやしもとさんのカーディガンですね。はい、これもねめちゃめちゃ変わったアイテムなんですよ。これもね買っちゃったんですよね。これもね僕買っちゃったんですよ。なんか結構買ってるアイテム多くて、いやっていうかね、ニット系が結構熱いんですよね。僕もね結構そのニットってもともと好きなんですよ。割と好きで、まあ嫌いな方ってあんまいらっしゃらないかもしれないんですけど、ボタンついてるんですよ。このボタンも結構大きくて、このボタン自体もねデザイン的に非常にかっこいいんですが、すごくまあ他には確実にないような作りになっておりますね。前にね今期のテーマとか描かれたような大きなワッペンがついてるんですけど、サイズ感自体も結構大きめでざっくり着れるようなカーディガンとなっております。カーディガンっていいっすよね。カーディガンこんな買うとき来たかってぐらい買ってますねすごいいいと思います。モードに着れるようなカーディガンとして使えるんじゃないかなと思っていて、完全にねこの一つでこうスタイリングの花になってくれるような、まあ、お色味とディテールがね詰め込まれているカーディガンなんで、ぜひなる方ねこちら見てみてください。お次はこちらです。結城橋本さんのクルネックのニットとなっております。はい、このデストロイ加工みたいなのがされているようなニットとなっております。これねよーく見ていただくと分かるんですけど、はい、お気づきですかね、インサイドアウトなんですよ。なんか裏表が逆、中側裏側が表になってるんですよね。まあインサイドアウト逆になっているっていう手法で、僕昔からやられていた手法なんですけれども、まあその手法を取り入れられているということで、一つのデザインだけじゃなくて二つデザインが乗っかってるんですよね。それって結構やっぱ重たいと思うんですよ、本来は。インサイドアウトしてさらにでそれ加工もしてみたいな、しかもこうシンプルなニットじゃないっていうところで、柄も結構強めっていうところで、かなり本来だとこうわ重たいな、しつこいなってなるかもしれないんですけど、全然それを感じさせないニットっていうのがすごいと思います。これはバランスがめちゃめちゃいいんですよね。うん、だからそれがめちゃめちゃいいなと思うし、まあ、着た時のシルエットとかも非常にあの本当に今っぽくこう大きくあのガバッと着れるので、取り入れやすいアイテムなんじゃないかなと思います。まあ、これも本当にさっきのねカーディガンと一緒で、こう一つでスタイリングの花というかアクセントになってくれるので、めちゃめちゃいいと思うので、ぜひ気になる方こちら見てみてください。次こちらです。はい、 MSU さんのキャンディーセーターですね。キャンディーセーターって名前なんですけれども、まあ、じゃあなんでキャンディーなのってところからだと、まあ、よく見ていただくと分かる通り、まあ、色はねすごくマルチカラーというか、まあ、一応キャンディーブラックっていうカラー名なんですけれども、まあ、ブラックベースのキャンディーカラーみたいな感じなんですよ。飴を意識してるんですよね。キャンディーって英語で飴じゃないですか、日本語でか。はい、飴だと思うんですけども、その飴を意識されてるようなカラーリングになっているキャンディーセーターです。これね、6色入ってます。はい、6色入っていて、それをかすり染めっていう技法によって、まあ、すごく細かく再現されているニットですね。うん、あ、ベースがブラックなんで着やすさがあるっていう、まあ多分これでこの6色が全開だと結構マルチカラーなお色なんです。かなり攻めたアイテムになるんですけども、まあ、それがベースブラックっていうことで落とし込まれているっていうアイテムですね。まあ、見てわかる通りちょっとね短いんですよ、丈が。ベルトが見えるか見えないかぐらいというか、まあ、タックインした人ぐらいの感覚なんですよね。テーターっていうのがやぼったいイメージっていうのをなくしたくて、かなりスタイリッシュに買って丈も短自覚していらっしゃるっていう感じですね。めちゃめちゃいいと思いますけどね。これもねお色味もすごい良くて、着た時にめっちゃいいなと思いました。やっぱ MSU さんらしいです、このキャンディーっていう名前の付け方もそうですし、このなんか丈感の短さとかもそうですし、この柄入れてこの色入れてみたいなところって、やっぱいろんな服見てきて、そのいいところかいつまんで、まあ、中性的なねこのお色だけどキャンディーブラックっていうところでね、ブラックベースなんで男の人でも着やすくっていうところで、めちゃめちゃなんかもういろいろ詰まってるなって感じの服なんで、すごいいいなと思ってピックさせてもらいました。ぜひ気になる方はこちら見てみてください。お次こちらですね。今日ね着ているこの半袖のスウェットもそうなんですけど、ストーンアイランドシャドウプロジェクトのタートルネックのニットでございます。めちゃめちゃこれもね使いやすいアイテムですね。うん、1個持っとくと便利なアイテム。前から言ってるんですけど、タートルネックのアイテムってめちゃめちゃ使いやすいんですよ。楽ってとこまで言うか分かんないですけども、めちゃめちゃ使い勝手は良くて、タートルネックの上にジャケットとかコートとか着たりとか、まあ今では結構まあもうかなり皆さんやられているコーディネートだと思うんですけれども、よく見えるんですよね、コーディネートが。うん。だからなんか困ったらタートルネック入れろっていうのはすごくね、僕の中で持論としてちょっとあるんですけれども、シャドウプロジェクトのストーンアイランドのタグは真っ黒なんですよ。うん。半分隠れてるようなデザインになってるっていうのもあるんですよね。っていう、まあ、そのシャドウプロジェクトのかなり使いやすいようなタートルのニットですね。結構サイズ感に関してはめちゃめちゃ大きいっていうよりは、まあ、ほんとクラシックなサイズ感で、シンプルにずっと着ていただけるようなサイズ感となっております。この上にジャケットなりダウンジャケットなりコートなりっていうのを着ていただいて、いろいろコーディネートしていただくっていうのが、まあ、非常にいいんじゃないかなと。うん。しかもサイズ感もめちゃめちゃ大きいわけじゃないんで、この上にシャツとか着ていただくことも可能ですよね。ちょこもっとくと長く使えるんじゃないかなっていうアイテムで、はい、ございます。こちらですね、お次は、はい、ブレスさんの、はい、タートルネックのニットですね。はい、タートルネックニット連続2発って感じですね。この上の部分やばくないですか。うん、
もうこれね、一着作るの多分結構大変だと思うんですよ。下の部分からどんどんと切り替えられていってるんですが、 80% ウールの 20% モヘアとかなんですよね、確か。でもね、よく見るといろんな色が混ざってるんですよ。多分ここにモヘア使われてるんですけど、見てください、ここまたちょっと切り替えられてるんですよね。しかもここシースルーなのかって思うぐらいちょっと透けてるんですよ、ここは。やばくないですか、ここからのここですよ。いや、これよくできるなというか、発想というかすごいなって、本当にそれにびっくりする限りですね、このブレスさんの洋服に関しては。一つのアイテム作品として見た時のクオリティがめちゃめちゃ高いなって思いましたね。人と被らないニットが欲しい、タートルネックのニットが欲しいとか、一つのアイテムが欲しいって方にはめちゃめちゃおすすめのアイテムなんで、ぜひ気になる方見てみてください。というところで、ラストのアイテムをご紹介していきます。ラストこちらですね。これのね、白黒バージョンと赤黒バージョン、赤黒バージョンがあちらにあるんですけれども、ハンパーウィズザバルーンっていう名前のニットとなっております。ポータグシケンさんって毎回 AW の時にこの超重量級のニット出されてるんですよ。最初に買った時の商品もこういうニットなんですよね。こうめちゃめちゃ大判というか、もう太編みの、どんだけ太いんだってぐらい太いニットなんですよ。 21AW バージョンがこれとなっております。今回ね、色が切り替わってるんですよ。重量感すごくて、でこれ毎回重量感すごいんですけれども、コートの上からも実際着れます。まあめちゃめちゃオーバーサイズですし、 19AW の時と比べると多分ね、ネックの部分とかもかなり詰まっていて着やすくなってます。これで今黒赤を着させていただきました。いかがでしょう、この重量感。あ、懐かしいな。いやでもやっぱりね、着やすくなってる、絶対に。これが黒赤を着た感じですね。うん、いかがでしょう。かっこよくないですか、普通に。めちゃめちゃいいっすよね。すごいいいなと思いますね、これは。あ、かっこいいわ、普通に黒赤。うん。僕ね、白黒買ったんですよ、ついて一瞬で。まあ、これ絶対買うって決めてたんで。でね、お値段がね、18万円ぐらいですよ、税込みで。はい。てかね、結構ニットの中ではもう最高峰の金額になるかもしれないんですが、その分の価値は絶対にあります、これは。もう間違いなく。アウターを紹介するって感覚なんで、どちらかというと。重たいんですけど、前と比べるとやっぱちょっと軽くなってるんですよね。着やすくなってる、そこもすごい部分だなって思いますね。服のデザイナーズの面白さっていうのが一番伝えやすいような洋服なんじゃないかなって思います。これが白黒ですね。はい。黒ベースで着たい方は黒赤の方がいいんじゃないかなって感じですね。でもなんかこの白ベースも僕いいなと思って、超重量級ですよ。いやこれでも本当にいいんですよ、これね。本当着てもらったら分かるんですけど、本当ね、これ実際見るとめっちゃいいんですよ。うん、重量感ももちろんあるんですけれども、それに伴う満足感というかめちゃめちゃあるので、ぜひなる方はこれ見ていただきたいというか、うん、チェックしていただきたいですね。アウターを買う感覚でニットを買っていただきたいっていうアイテムとなっております。はい、ぜひなる方こちら見てみてください。はい、はい、ということでね、今回は8型ニットをねご紹介させていただきました。本当最高のニットですね。うん、最高のニットたちだと思います。めちゃめちゃ嬉しいですよね、こういうなんかこういいニットがガガガって入ってきて、ニットこれですようちのって自信を持って送り出せるニットだなと思って、すごくいいなと思っていて、はい、ぜひなら方ねこちらも見ていただきたい、チェックしていただきたいなって思います。あとね、中のファッションアカデミーに入会いただくと、もうね入った瞬間から、10% オフで、全品購入できますので、 10% がかなりでかく響くところもあると思うので、ぜひそちらもね、チェックしてみてください。はい、この感じで僕のファッションアカデミーを上げています。もしなと思った方はチャンネル登録と高評価を何卒何卒よろしくお願いします。はい、それでは松井の中でお会いいたしましょう。はい、失礼します。どうも、中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。